ステップアップ。このコーナーはパーソナリティ4人がステップアップするため、さまざまな企画を経験しながら帯番組としてのつながりも深めていくコーナーです。それでは今週の企画に参りましょう。こちらです。異文化体験ホープ。先日11月3日が文化の日だったことにちなみまして、今週は各曜日ホープの他曜日の文化を体験してみるという企画をやっていきます。私のところでは水曜日のイゴマユリエのホープの文化として、リスナーさんがハッシュタグホープをつけて X に美味しい食べ物の画像を貼り付けるというものがあるそうなので、今回リスナーの皆さんはぜひ自分のフォルダの中にある美味しい食べ物の写真を貼ってくださいということです。なんか聞けば、ごまちゃん〇〇だよってして、お肉とかなんか唐揚げとかいろいろ貼ってるそうなんですけど、おやおや、なんか聞いたことがあるようなフレーズだなと思って、私もよくこうチョコレートだよとか、最近だと抹茶だよとか、こうかき氷だよとか、いろいろあったんですけど、なんか流れ玉が来ていたのかなって思ったらそうではなく、そういうなんかあるそうでして、食べ物にこうちなまなくてもいろいろあるそうなので、これを今回フォルダの中にある皆さんの美味しい食べ物を貼っつけて送っていただけると嬉しいです。あ、ハッシュタグホープで、募集させてください。その画像をスタッフさんが印刷して、どんどんブース内を美味しい食べ物の写真だらけにしてくださるそうなので、楽しみにしていますって。これ地獄じゃないですか。だって食べたく、うわー、すでにあのラーメンですかね、大きめのラーメンの縁のところにお肉がわわわわって、カルボナーラ、ケーキ、餃子、それが貼られていくわけです。私今日うどんと抹茶ティーラテだけ。お腹空いてます。それを後でここに貼っていくということですか。あの、どんどん放送中に、途中でグーッという音が鳴っても皆さん書かないでくださいね。ということで、ぜひホープで、美味しい食べ物の写真を、貼っていただけますと幸いです。それでは急にコーナーから始まって不安になった方もいらっしゃるかと思うのですが、今週も始めていきましょう。A&G ネクストステップ、ヨウミヤヒナのホープ。皆さん改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナのホープ第82回がスタートしました。コーナーから始まると本当に8時半かなって一回時計確認した人いらっしゃいますか。いや、私だったらするだろうなって思います。A&G ネクストステップホープは、新人声優4人がジャンプへつながるステップとなるよう、さまざまなことにチャレンジしながら楽しい時間をお届けしていく動画付き生放送ラジオです。さて、番組では皆さんからのメールを募集中です。本日のメールテーマはこちら、フリーズした出来事。今回は皆さんがフリーズした出来事を教えてください。例えば、友達からのサプライズでとか、好きな人から急に話しかけられてとか、ちょうど1万人目のお客様になってなどなど、小さいことから大きいことまで何でも大丈夫ですので、ぜひ送っていただけますと幸いです。
私が先週あの花澤香菜さんにお会いした時にあの頭が機能しなかったというお話をさせていただいてですね、今回のメールテーマがフリーズした出来事になりました。今なんか生きていればフリーズの1や2回たくさんあったりもしますし、何でも大丈夫ですのでぜひ送っていただけますと幸いです。アドレスは h_hina@joqr.net h_hina@joqr.net。 ひなのスペルは HINA です。それから番組公式 X のアカウントは AGHOPE です。まだフォローしていなかったという方はこの機会に良ければお願いします。また実況する際はハッシュタグホープをつけてくださいね。今週はコーナーでホープに好きな食べ物、違う、美味しい、一番美味しそうなものとか貼っていただきました。嬉しいです。それではよーみやひなのホープ、今週も最後までよろしくお願いします。ネクストステップ、よーみやひなのホープ。生放送でお届けしていますよーみやひなのホープ。それでは、私の近況をお話ししていきたいのですが、あのハロウィンの日にクレヨンで描いた絵を投稿させていただいたんですけど、自分が思っていた以上にたくさんの方々からこう嬉しいコメントをいただきまして、私の方が幸せな気持ちいっぱいになったなという感じだったんですけれども、なんかそしたらお母さんからLINE が来て、2年前にもあのクレヨンで絵を描いていたハロウィンのものがあったんですけど、その時のはかぼちゃさん、やっぱりかぼちゃさんなんだと思ってかぼちゃさんとあと猫ちゃんがこう描かれていて、猫ちゃんがかぼちゃさんにちょっかいをかけて、かぼちゃさんがへーみたいなになっているっていう構造を描いてたんですけど、なんかこう2年前のと今のを見比べると、絵のタッチはそんなに変わらないんですけど、なんかクレヨンの使い方がちょっと変わったなとか、もうちょっとなんかこう色合いみたいなものがシンプルになってるなって思って、それをいいと取るかこう悪いと取るか、個性だったものがちょっと消えたのかなってなるのか、なんかこう逆に温かみが増したから成長と捉えるのかみたいなことをこう考えていたんですけど、ちなみに皆さんの中で数年前はこうだったのが今はこうだったんですよみたいなのあるのかなって気になりましたので、よければそういうのもあのメールとかお待ちさせていただけますと幸いです。皆さんはどんなハロウィンを過ごされていたのでしょうか。よければそちらもお願いします。それでは皆さんからいただいたメールをご紹介いたします。ラジオネームトゲマルさんからいただきました。ありがとうございます。よーみやさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。スタッフさんがペコリとしてくださっております。今月の火曜新 CM 聞きました。今月の CM はチョコを食べたくて葛藤しているよーみやさんの実況でしたね。チョコを食べるギリギリで耐え抜くよーみやさん、実況からすごくその状況が想像できましたし、最後のよし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 がすごく可愛い CM でしたといただきました。ありがとうございます。
かじゃなく、もうずっとこんな感じで貼られていく。アビオット以外、さすがにそうですよね。アビオットで支え入ってる時にガサ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 そうですよね。一回ちゃんと振り向きますね。これ残骸ですか。これどんどん取りに行ったの。あ、取りに行ってらっしゃるんですね。え、その前に先にこのトゲマリさんのお便りを読ませていただいた後に行きますね。そうだ、その新 CM でチョコを我慢するみたいなものをこう書いてくださったんですけど、何がありましたっけ、我慢するセリフみたいなものって。はい、なんか、あ、そうだ、実況したんだ。実況して耐え抜いたんだそうだそうだ、いや頑張りました、実況自分であんまりこう声張って実況するみたいなのってないので、こうお家で実況するにしてもこうささやくとかつぶやくみたいなものなんで、すごいこう読んでて面白かったですぜひあの他曜日で、ね、CM とかは流れておりますので、月、水、木とかで、よければ確認していただけますと嬉しいです。トゲマルさん、ありがとうございます。さて、あー、ロミアちゃん、福井のおろしそばだよ。やっぱりこれですね。おさないさんも納得です。なんです。こちらはですね、岐阜市がモデル地なんですけれども、そこの、第9話第10話で出てくるゆきちゃんと小鳩くんが向き合って食べてるところのパフェです。もっとこう 実物、アニメではもうすごい大きいんですけど、もうそれをこうなんていうんですか、ミニサイズぐらいにしたものなんですけど、言ってくださったんですね。ありがとうございます。岐阜タンメンだ。やっぱり小市民のものが多いのかもしれないですね。言ってくださってるお声たくさん見るので。へえ。なるほど。私でも知ってるものもいくつかありました。見たぞって思ったもの。いや、皆さん聞いてくださいよ。作家さんでしたっけ。あ、そう、はい、あ、サブ作家さん。水曜日の買っちゃった水曜日のサブ作家さんが他曜日に貼るためだけにやってきてくださいましたもう驚いちゃって。私なんか今後イベントご一緒するのかなみたいな、その4人とかでご一緒する際のなんかこう雰囲気とか、どんな番組なんだろうっていう見学に来てくださったのかなって思っていたらですね、今回のその打ち合わせの時にこの写真をスタッフさんが貼ってくださいます。水曜日のサブ作家さんがえ、それのためみたいなそれのためだけにわざわざ私の番組へみたいな、すごいです左手にテープ貼るためだけにテープ、笑いをこらえながら、神代の音は立てても私の笑い声は立てないぞと言わんばかりに肩を震わせながら。ありがとうございます。あ、もう終わっちゃった閉めるんですか。まだツッコミ足りないぐらいなんですけど。だってこれを毎週してるんですか。毎週、毎週そのごまちゃんは、ごまちゃんは X 上に、あ、X 上にこうやって見たりとか見たりして、うちはちょっと、あ、そうか、ごまちゃんのところではタブレットで見るそうです。え、で私のところだと貼るシステムに。大げさに、ありがとうございます毎週されてるわけじゃなかったんですね。あ、ではなく、あ、なるほど。
がペコリとしております。引き続き皆さんで楽しんでいきたいと思います。メッセージもお待ちしております。アドレスは h_hina@jyqr.net です。本日も火曜ホープにお集まりいただきありがとうございます。短い時間ですがゆっくりしていってくださいね。よーみやひなのホープ。続いてはこちらのコーナーです。アビオットプレゼンツ君に囁くストーリー。アビオットさんが音に徹底的にこだわったイヤホンを出されているということで、こちらのコーナーでは週ごとにテーマを決めてリスナーの皆さんからはそのテーマに沿ったイヤホンで聞きたい言葉を募集して読んでいきます。背景がたびたび変わっておりますが、こちらはですねまた後ほど触れさせていただけたらと思います。というわけで募集をかけていたテーマはこちらでした。ウェブ会議で退席する際、たまたま2人になった数秒でこっそり付き合っている彼女からささやかれた言葉です。それでは移動してまいります。ちょっとはみ出た。それでは読ませていただきます。ラジオネーム右から読んでも山田真也さんからいただきました。さっきのプレゼンすっごく良かったよ。昨日二人で練習した甲斐があったね。しているからこそこう社内恋愛ですかね、こう機密情報でもあると思いますし。それでは続きましてラジオネーム時宮さんからいただきました。私はあの案いいと思ったよ。励ましてくれるのがまた心落ち着いたりしますよね。続きましてラジオネーム青色 Z さんからいただきました。じゃあせーので退席しような。せーの。もうせーので退席しよう言うたやん。こんなカップルみんな好きだよ。みんな可愛いなもうってこうめでたくなるようなカップルですね。それでは続きましてラジオネームなんてこった山口さんからいただきました。今日の会議の話だとクリスマスは家に帰れないレベルの残業っぽいね。ちょっと早いけど、今週末にクリスマスデートしない？もうそんな時期ですか？いいですね、クリスマスデート。確かにみんながみんなその日にデート行っちゃったらお店全部閉まっちゃいますもんね。それでは続きましてラジオネームニナラさんからいただきました。じゃあここからはスクショタイムです。かわいい彼女の画像を壁紙にするチャンスだよ。ではよーい、スタート！ビデオ通話ですか？みんな微笑ましいカップルでした。はい！たくさんの
メールありがとうございます。それでは来週のテーマを発表しましょう。こちらです。残業を頑張っている時に同僚の女の子から言われたい言葉。さっきのテーマではこっそり付き合っている彼女からになってたんですけど、女の子になっちゃいましたね。1週間で何があったのか。それでは皆さんが考えてくださった言葉を番組宛にお送りください。件名は君にささやくストーリーでお願いします。最後にアビオットさんからお知らせです。5人組声優アイドルユニットアイリスとのコラボワイヤレスイヤホンが現在予約受付中です。テンスアニバーサリーライブの衣装での完全新規取り下ろしビジュアル仕様のスペシャルパッケージと450種以上の完全新録ボイスを搭載、文化放送超 A&G プラスのアイリステーション内でのボイス案の募集やメンバーの意見をデザインに反映するなど、アイリスのメンバーやファンとのコミュニケーションを経て生まれたイヤホンです。ボイスのモードは合計16モード、サウンドチューニングも特別仕様のファン必見のアイテムです。その他詳しくはアビオット公式サイトをご覧ください。以上、アビオットプレゼンツ君にささやくストーリーでした。アビオット、北村恵里です。私が完全監修したコラボレーションワイヤレスイヤホンがアビオットより発売。オリジナルデザインと書き下ろしパッケージにボイスガイダンスは全5モード、北恵里ライブを体感できるライブモードも搭載です。詳しくは公式サイトをチェック。プレゼンツ君にささやくストーリー。このコーナーはあると人生変わるものをアビオットの提供でお送りしました。A&G ネクストステップホープ、火曜日は陽宮ひなが担当しています。